二重丸とかさ、花丸とかね。数字の横にさ、なんかさ、暗号みたいな。挿入だったら S とかさ、セックスだったら S とかさ。中だったら D とかさ、ディープの D とかね。いや、冷め切ってるんだって興味ないもんだって。ねえ。そんな記念日なんて興味ないもんだって。ね、誕生日は大事。誕生日はすごい大事にしてるけどね。なんかそれはもうなんか恋に恋してるって感じだよね。ぶっちゃけ記念日とか先にする女ってね。なんか恋に恋してる女って感じ？ちょっと衣装に着替えとかな。今日は京子ちゃんなんでね。ちょっと、あ、先に、あ、いいや、衣装に。また時間ずれちゃうんでね、9時にやるような感じでね、準備していきましょう。時間きっかりスケジュールで、最近ダラダラしすぎなんで、ピシッとね、ピシッとやっていきましょう。ピシピシッと。ピッシリピッシリと。あ、これなんかついてる。何これ、口紅かな。ピシピシピシッと。昨日さ、夜ね、カレーライスを作ったのに結構余ってるんで、一応冷蔵庫には入れといたけど、大丈夫かな？今日結局お弁当作るし、まあ、カレーを入れてもいいけどね、お弁当の中ね。どうしようかな。冷凍？冷凍？あ、そっか、お芋が入ってないから冷凍できるんだよね。芋が入ってないから、まあお弁当の周りにカレーを入れてもいいよね、ぶっちゃけね。ね、キャラは真ん中で、カレーは周りに入れてね、カレー弁当みたいな感じにしてもいいよね。いや、カレーうどんはね、ちょっとね、作りたくない。そのまんま食べたい派なんでね、私ね。カレーパン前作ったけど、あんまり美味しくなかったね。だパンは家で作ったらまずいよ。あのパン屋さんみたいな。こないだ作ったパンは美味しかったけど、あ、一気に温度下がった。36度。お家でパン作りはね、やっぱホームベーカリーとかね、オーブンとかないとちょっと無理よ。何タレパンだって。あ、これ胸のこと言ってんの。これみんなあれだよね、ブラジャーとかつけなかったらこんな感じじゃない？何もつけてなきゃ垂れるでしょ、大きい人は。ちっちゃい人はまあ垂れないと思うけどね。おっぱい大きい人垂れるでしょ、普通に。
ねえ、何カップある？今 D カップぐらいかな。C と D の間ぐらいかな。D、D かな。もう、最近太ったから D カップかな。うん、これ以上ある？どうだろうね。ただ真ん中に胸がないからさ、あれなんだよね。真ん中にあればもうちょいでかく見えるんだけどね。うん。アンダーは、まあ100ぐらいかな。胸は自然、これ何も入ってない。なアンダーとトップの差でしょ。うん。でも前までドンキで、ドンキっていうかさ、ヌーブラね、ヌーブラがこのさ、ヌーブラのサイズが、これが D なんだよ。これ。これが D カップ用なんだよ。でもこれじゃちっちゃいんで今ね。全然ね、はみ出ちゃうんだよ。これ D カップ用のヌーブラ。ええー、もう絶対ナイトブラとかつけたくない。もううぜえもん。私は気持ち悪くなっちゃうんだよ、ここら辺。だこういう服も本当はダメなんだよ、こういう。首の周りとか、こういうとこに、なんつうの、こう、つる服とかあるじゃん、キャミソールとかさ、ワンピースとかね、こういうのがダメなんだよ。だから本当はチューブトップとかの方がいいんだよね。ここが、だからネックレスも苦しくなっちゃうからね、しないの。私がネックレスつけてるのあんまり見ないでしょ。あれはもう苦しいからつけないの。ここになんかあるとね、苦しいんだよ。うん。だからもうつけてもすぐ外しちゃうんだよ。もういや、あ、苦しいと思ってるの。うん。まあ首、そうだね、首がそんなにないっつうのにね、言い換えにして、本当にそういう理由じゃないんだよね。ん？そういう理由じゃない。多分あれだよね、心臓とか悪い人はそうなんじゃないかな。私そう思うんだけど、心臓とか悪い人はこの辺とか苦手じゃない、多分。首周りとかつけないと思うよ、多分。子供の頃からね、変わんない。この辺になんかあるの嫌だしね。あとアクセサリーとか私つけないじゃん。この辺にアクセサリーつけんのも、時計とかもすんのも嫌だもん。うん。なんか肌にこうね、ついてる感じが嫌だ。指輪とかもね。基本アクセサリーはつけない。うん。ネイルも嫌だ。自然がいいのよ、自然がね。ネイルもなんか汚らしいと思うの。ネイルとかやってる人を汚ねえとか思うの。何この爪汚ねえわみたいな。えって。な、汚くない？だって料理も作れないしさ。ねえ。なんかネイルの隙間とかに汚ねえのは、なんかカスみたいなの溜まってそうじゃない？うん。男じゃなくて。なんかシンプルなのいいよ。自分の地爪で、ちょっとネイルのね、シンプルな色とか塗ってる人はいいけど、もうギラギラなんかね、チップとかね、長いのつけて、なんかクリスタルとかね、ああいう 3D みたいのがなんかガッチャガチャしてるのちょっと汚しいとかも。まあ、可愛いけどね。可愛いけど実用的ではないの。うん。桃奈々ちゃんをディスってるわけじゃない。
おもななちゃん似合ってるからいいけどさ、まだね配信者だし目立つお仕事だからさ、ももななちゃんみたいのはいいと思いますけど、一般の人がああいうのやるのはどうかなと思うよ。あら、あたし白塗りのやつ頼まなかったっけ。あれ届いてないよね、頼んだやつね。いつ届くんだろう。白い動乱をね、新しいやつ頼んだんだけど、まだ到着してないよね。いや、あるんだけどね、あるんだけど、新しいやつを頼んだんだよね。2週間前ぐらいに私頼んだよね。在庫がないのかな。ポストはだって入ってたら気づくじゃん。だって毎日見てんだからね。多分遅れてるんだと思うよ。あの在庫が切れてて。たまーにね、あの在庫が切れてる時あるかな。うん。おいしょ。さあさあさあ。新しいカメラでね、ちょっとラグるけど一瞬ね、ちょっと止まるけど、これでもう切り替えられるね、2つね、こういう風にね。あのテレビ局みたいでしょ。本当は5台ぐらいカメラ入れてさ、いろんな方向から私を映したいんだよな。ね、スイッチ押せばね、あの遠くから撮ったりとかね、ズームしたりとかさ。ね、一人テレビ局みたいな。ちょっとぬりぬりしてくね。今日はだからこの顔のお弁当を作んでね、この顔のお弁当を今からメイクする顔のそのまんまのお弁当を作るんだ。うん、 OK、 楽しみにしよう。いや、想像してんで、ここは例えばね、ご飯だなとかね、海苔だなとかね、ここに卵焼きで、みたいな。何のメイクって、あの、ペッサリー京子ちゃん。多分初めてだよ、あの、京子ちゃんの。キャラ弁は前に作ったことあるんだけど、オリジナルのね。京子ちゃんは多分初だと思う。うん。でもさ、基本白塗りだから、あ、梅干しもあるよ、梅干しもある。基本白塗りだから簡単じゃん。白と黒と赤しかないんだからね。上手に作れるしよ。ん？ちょっとあれだな、これこうやってあげた方がいいかな。こうか。これはあのアイロンのやけど、なかなか消えないんだよね。アイロンジュッてやってね、結構前だけど、1年前ぐらいにね、やけどしたんだけど、まだ治んないんだよね。シミになっちゃってるというか。結構ね、やけどってね、あと残んねん。やけどと切り傷。例えばガラスとかさ、
ね、そうだね、結構ね、後に残るんでね、気をつけた方がいいよ、みんな。大変だよね、あのね、嫁行く前に、傷が入っちゃったらさ。結構あれだね、ちっちゃい頃とかさ、怪我してね、ずっと傷が消えない人もいるもんね。あ、ガラスとかね、結構残りやすいね。ガラス。ガラスの傷は残るよね。スパッて消えるからね。だからこの白いとこはご飯だよね、もう明らかにね。ここの部分。ここの部分はご飯で作れますね。今塗ってるとこね。このお顔の部分。あれ？やっぱこの iPhone でも全然綺麗だね。ちょっとラグるけど。全然問題ないね、iPhone ね。結構あれだよね。リアルに近いよね。フィルターがかかってないカメラって感じ。ほら、これ今ちょっとラグってるけど、これ Wi-Fi で繋げてんでね。ちょっとで、ね、こうカクカクってなるね。もうね。こうやってポン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 しないと、ムラができちゃうんだよね。このポンポンが大事ね。白塗りするときね。こうなんつうの、均一に塗ってあげること。下の肌が見えるとダサいんでね。ポン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 ってやると、均一に伸びてくるね。こういう細かいところ、目の前だから。こういう中にね、ここも見えちゃうね、こうね。ああ、これ。じゃ、なんかさ、肌がさ、透けてるとね、ちょっと、なんつうの、お遊び感が出ちゃうの。こっちの方がプロっぽくね、プロ塗りって感じ。よくわかんないけどさ。だからこの下の肌が見えると、ちょっとげんなりしちゃうのね。お遊び感が出るの。そこのポイントだよね。このポイントはね、テストに出ますね。でもね、奈々ちゃんありがとうって、そうだね、参考にしますってね、人がたくさんいるのよね。こういう一つ一つをさ、教えてくれてありがとうって、真似してみますねってね。だってリア凸まちとかでこの顔で来る人いるもん、普通に電車乗って。普通に同じメイクで、現れる人いるよね。毎回毎回来るよね、こういう顔ね。こっちがびっくりしちゃうね。自分のキャラクターなのにね、こっちがびっくりするっていうね。いや、まあ、オリジナルキャラクターね、この京子ちゃんっていうのね。でも、傍から見るとね、すんげえびっくりするね。お化けみたいに見える。白いのはね、これは動乱ね。アマゾンとかで売って、動乱って調べれば出てくるよ。ただ、この光吉さんの、ね、このベンナイクラウンホワイト。これは私のお気に入りですね。ほら。ベンナイ。結構いっぱい入ってなかなかなくならないでしょ。
おい、クリーム状のさ、動乱こんなに入ってんだよね。226g 入ってん。だからこの顔を作るのに、多分ね、50回ぐらいは取れると思うんだよ。この200g じゃない ?200g で、だから50回ぐらいかな。あ、綺麗でしょ?ムラがなくなってきたでしょ?どう?ね、つるんとしたでしょ?俺が大事。俺が大事、大事、大事。え、このツヤと、ツヤ感がね。ここまでしか塗らないっていうのがいいんだよね、ここまでしかね。この首の境目。こういう感じ、ほら。ん?全部は塗らない。ん?ここぐらいまでストップ、こういう感じでね。白浮きがすごいわって。それで、今塗ったでしょ?もうだいたい塗れたら、次の工程ね。こちら、でっかいパフで、あとはちょっとね、お手手が汚れんでね、こういう風にどうしてもね、これはちょっと拭いてあげてね、こういうのちょこちょこ拭いてあげて、きれいにしてあげてね。うん。で、次は、お粉を塗んないとベトベトしちゃうんでね。落ちちゃったりとかね。次、お粉。これもいいよね。これも同じとこのメーカーの、こういう風にさ、ちょっと大きめの、パフ。小麦粉でもぶっちゃけいいんだけど、小麦粉をね、昔ね、ふざけて塗ったら私ね、アレルギー症状が出ちゃってさ、やばいんだよ。だから小麦粉アレルギーとか発症する可能性あるんだよね、生はね。気をつけた方がいいよ。それでこうやってね、ポンポンって取ってね、これお粉。これね。それで、もうこうやってね。あらら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 こう塗ってくと。ね、結構ね、叩き込んじゃっていいよ、もう。ガンガンね。ガン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 叩き込んじゃっていいよ、お粉はね。うん、感じね。で、だいたい触って、ね。あ、取れないぐらい程度。今ね。OK でしょ?こうすれば、まあ、大丈夫かなってね。よいしょ。さっきまで手にベットベットついてたのが、もうね、つかなくなると。あーちゃう。で、お次の工程、行きましょう。じゃあ、黒いペンだよね、黒いペン。私のお気に入りはこちら。黒いペン。この眉墨っていうのかな?アイライナーか。インテグレートグレイシルアイライナーペンシルっていうね。インテグレートのこれね。で、これを鉛筆削りでカリカリやってね。カリカリカリっと。まあいいや、やんなくてもいいや。
や、村がすごくてもいい。こっちのカメラじゃなくて、こっちのカメラで村なければね。OK だね。ね、綺麗でしょ？ということでね。ということで。いや、ここのね。あ、ここカメラどれだ？あ、これだ。ここだね。目線はここね。ここね。ちょっと横のカメラになってるね。ここね。こうやって、ウィーンって書くでしょ？ウィーンって書いてキュッてやって、キューね。こう感じ。で、下もキュイーンってやって、ここにつけてあげるね。こうね。OK。こっちも、グイーンってやって、ここにキュッてね。こう。で、またウィーンってね。ウィーンってやって、ここにつなげてあげると。こんな感じ。で、ピッピッピッとね。ピッピッピッと3本ね。ピッピッピッと。それで、この真ん中をね、黒く。あ、でもこれじゃなくてあっちの方がいいのかな。待ってね。あ、いいやいいやいいや。こっちにしよう。まあ、でね、黒いとこビューっとね、ビューっと。グリグリグリっと。ね、染めて、あれよ。中に入れてく感じね。ぐーっと。塗り絵みたいに。このラインの中をこう塗っていくって感じね。こういう風にね。OK？ で、こっちも、こっちもね、ぐーってね、ぐーって、奥に入れて、ぐーってね。この面だ、このね、ここのね、粘膜のとこもキュッとね。これまたピッピッピッと。こうね。うん、ちょっとこっちチェック。こっちだとどうかな？ほら。あ、いいね。いいね、いいね。オッケー。オッケー、オッケー。そう、お口。お口をね、くーってね、くーってやって、うわね。にーって笑ったとこの線をね、かな。こうね、こうね、こうよ、こう。うーってね、うーって。こうね。うーって。こういう風にうーんってね、伸ばしてあげると。OK？ で、ここの端っこからこう上に突き抜けて、三角形をね、山を作ってあげて、ここにつなげると、こうね。それで、ここの下んとこから、またキューってね、こういう風にね。これ何の講座これ。これ意味があんのかな？あ、新しいのあった！届いてた。これ新品だね。あったあった。でですね。これ最新マストアイテム出すんでね。最新マストアイテム。こちらですね、これね。これキャパってね、本当はね、これコンシーラーなんだけど、これもね、もうお口に塗るようにしちゃったんだよ。こちら、イヴ・サンローランのね、筆なんすけど、このね、こう赤色をさ、こうやってね、トルシュチュッチュッチュッってね。ほいで、はぁ。これがね、この筆がちょうどいいんだよね。乗りやすいんだよ。うん？で、あと、え？素晴らしいでしょ？うん。簡単でしょ？筆のね、線がいいんですよね、これね。書きやすい。
本当はコンシーラーが出てくるやつなんだけど、これに使っちゃってるね。もうね、うん。いいね。ちょっとなんか今日顔違うな、なんだろうな。なんか違うな。なんか違うよね。今日下がり口かな。余白がね。顔が痩せたからか。で、丸書いて、ちょんね、ここに丸ね。ほっぺの、ここにあるじゃん、ここにね。ほうれい線。ここからこう回していく感じね。自分のこの、ここんとこね。うわ、ここ。ここから丸を書いてあげてね。こういうふうに。OK? こういうことだね。こういうこと。こうね。で、こっちも、こう使ってあげてね。ほらね。それまた、赤色ね。本当はね、2色使うとおしゃれなんだけど、ちょっとね、顔がね、おかしくなっちゃうね。丸の大きさは違っても大丈夫。その、いびつな感じがね。完璧すぎると、ね、ぽくなっちゃうね。ちょっとずらし技。ちょっとずらしを入れてあげるとポップになるんだよな。完璧な線とか、完璧な塗りだと、ちょっとね、造形物っぽくなるね。ポップな感じ出すにはずらし。うん、で、真ん中はぐるんぐるんって回しながらね、こう塗ってあげると。ぐるんぐるんぐるんってね。こうするとムラがなくなるんで、ぐるんぐるんってね。ぐるんぐるん塗り。もうね。うん。ね、オッケーオッケー。あとで眉毛ね、眉毛。だこの顔を今日はね、キャラ弁を作んでね、この顔をお弁当に作んでね、意味わかるかな。でこれキュッてあげてね、キュッてあげるね。もうね、キュッてあげて、キュッてあげるね。もう感じ、あ、ちょっとずれちゃったな。まあいいや。これで、キューってね。キューって。この感じね。この感じ。これで、塗り塗り塗りってね。で、この鼻んとこぐらいに、こうやってキュッとね。カクッと角度を入れてあげる。綺麗でしょ?素敵でしょ?で、こういう風にね。塗りつぶしてあげて。うんね。黒で。あ、なんか黒の、動乱で塗ってもいいね。まあ、こっちの方が、あれかな。コミック感出てるかな。それ、ここの際から下ろしていきます。こうね、キューっとね、キューっと。クーっとね。際からおろしの、この鼻んとこに、ぐーっと行きの、またここにつなげるね。こういうこと。ん?ね?で、曲がってってもいいの。それが味になるからね。で、あとは、ほくろぐるぐるってね、こうね。ほくろをぐるぐるって変えてあげて、こうね。それで、あとこれね、フェイスライン。グッ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 ってね、ここまで入れてあげて。こうすると顔がね、キュッとね、際立つんで、ここをね、ヒュッヒュッキュッって入れてあげてね。さあ、どうでしょう?
完成だよ。で、あとは、お洋服はね、これはね、あ、やだ。お洋服は清掃だから、あとはね、お帽子をね、かぶってあげないとね、トレードマークの。トレードマークのお帽子をね。はい、かえちゃん、花火ありがとう。もんじゅりもんじゅり。ね、まあ、はじめましてもいるんでね、私、ペッサリー京子。国から委託され、全国つつうらうら、心霊ハンターとしてお化け退治をやっています。で、京子ちゃんが使う呪文の言葉、もんじょりという言葉がありますね。もんじょりという言葉が。ね。もんじょりもんじょりもんじょりと唱えると、お化けもびっくり、いなくなっちゃうと。京子ちゃんのね、設定はね、17歳です。これよくね、化粧してんですかとかね、京子ちゃん、それ真似したいんだけどって言われるんですけど、これはね、一応すっぴんという設定なんだね。すっぴんと。うん、だからその辺の設定はね、もうね、5年間やってんでね、忘れないでくださいね。京子ちゃんも忘れちゃうときあるんです。あら、帽子がないね。これでいいかな。今日はこれでね、これで。うん？かわいい？ほんとにそう思ってんの？うん？どうせさ、そんなこと思ってないのにね、よく言うよね、ほんとにね。いや、結局ね、汚いおじさんとかね、汚い困ったかね、そういうふうに思ってるくせにね、よく言うよね、ほんとにね。いや、バカじゃねえの、ほんとにさ。で、誰だってそう思うよね、ほんとにね。そういうのをね、偽善者っていうの、偽善者ってね、本当に偽善者だよね。あ、おちゃん、ありがとう。あ、危ない、危ない。心の声がね、すいません。今、憑依されたお化けちゃんに、ね。遠くの方からね、お化けちゃんがやってきて、憑依されたま。うん。たまにね、京子ちゃんはね、フェードアウトするんで、フェードアウト。ね。私は、感知器だと思って。そうね、あ、やばい存在のことに、ね、体の中にピュッと入ってきてね。フェードアウトしちゃう。フェードイン、フェードアウト。で、それによってビジョンをね、叩き出すと。うん。うん、京子ちゃんね、あのね、洋服とかね、どこで買ってんですかって言われるんだけど、これは魔界のね、ポンキホーテっていうところで買ってるんで。いろいろね、心霊グッズが売ってるんですよ、魔界ではね。うん。で、だいたいね、3時過ぎ、夜中の3時過ぎぐらいになるとね、魔界の扉が開くかな、茨城で。で、茨城まで行って、そこでね、扉通って、ポンキホーテにね、お買い物行くと。うん。ん？いやいや、もうこれはもうね、設定、この設定、ポンキホーテル設定はもう5年間、これ保ってるね。17歳、すっぴん、ポンキホーテっていうのをね、もう欠かさない設定よね、これね。りーちゃんね、りーちゃんももかたさんありがとうね。あ、まゆまゆちゃんもありがとう。
で、これよくね、タバコ吸ってんですかとか言われるんだけど、京子ちゃんね。これタバコ吸ってんですかって言われるんですけど、これはね、お香なんでね、体の中にね、神聖なる煙をね、中和させて、ね、なかなか外からね、フィードアウトに対応しないようにしてるね。ビジョンが映っちゃうから。で、この洋服も、竜のね、ひげからできてるんですよ、これね。竜のおひげがね、このね、竜のおひげ。これ天然物ですよ、竜のおひげね。ひげでしょ。ね、霊的なパワーがかなりね、詰まったね、これね、竜のおひげから。一本一本塗ってんでね。1200頭。竜が1200ともこの服のために死んでしまった。だからね、あっちの世界ではね、もう殺すなと、竜を殺すなってね、大騒ぎになって。だからこれはもうね、一着もん。世の中で一着もんですよ。で、さて、9時から作りますか。その前に、いつものいきますか。いつもの。昔を思い出し。ね。昔を思い出しやっちゃう？あれを。ん？ちょっとお待ちくださいね。さあさあ始まりました。ボンジョリタイム始まりました。いきますよー。せーの、ボンジョリ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 マンジャリマンジャリマンジャリ、ちょっと待って、ちょっとストップストップ。ちょっとね、これ曲調が合わないで、ちょっとね、変化させる。これ違う、これだよ、これ。はい、いいよー。マンジャリマンジャリマンジャリワンチャリ、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 ワン
もうちょっとちょい、ちょっとダメね、ちょっと早いね、ちょっと早いっすね、ちょっとカメラが、ちょっと待ってね、明らかに体力不足だね、昔と比べてね。どうしよっかな、どうしよっかな、いや、これいくか、みんなでね。これいきましょう。これも定番よね。これかな？いや、これね。
俺ね、待ってね、これは何だ、これは違うね、これかな、これだね。よいしょ、よし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 、さあ行くよ、みんなで振り付けを覚えてね、みんなで振り付けを、これかな、なんかあの普通のやつがないっすね、普通のやつが、ちょっと待って、ちょっと待って、普通のやつがね、普通 YouTube から持ってくるな、ラバー&ジョイね、はいはい、ラブ&ラブアンドジョイ、あ、これだ、行きましょう、ちょっとね、おしゃれ見せんでね、ここね、おしゃれに、どうやったんだっけ、忘れちゃったな、あ、これですね、これで、オッケー、行きましょう、you
疲れた。一曲歌っちゃった、一曲。薬で悩んでいる方に朗報です。まずはこちらをご覧ください。一曲、一曲。懐かしすぎて、もうね、時代が分かっちゃうよね。じゃあ、お弁当作りいきますか。弁当作り。弁当作るかい？あー、ちょっと待ってねー、まんざりまんざりー。よし、ご飯食べよう。で、昨日作ったカレーラ、ここで今日は作るんでね。これ昨日作ったカレーライスもね、使ってね、ちょっと準備するね、準備ね。準備よ。アンコールはね、ちょっと食べてからね。弁当作る、弁当。待ってね。とりあえず。とりあえず、飯と。お弁当箱もあるんでね、お弁当箱。あと海苔持ってきた。あ？海苔オッケー。カレー、あーもう大変、こっちで料理するの。あっちでやればよかった。あっちでやればよかった。なんでこっちでやるって言ったんだろう。もうここまで来たらこっちでやるしかないよね。赤ウインナー？ウインナーね。はいはいはい。ナゲットもあるよ、ナゲットも。ナゲットもありますね。ウインナーがない。
考えんだっけ。ウインナー、油、ウインナーがない、ナゲットしかない、最悪。ウインナーがねえやん。よし、じゃあ出揃いましていくぜ。で、顔はここはベースで真ん中にドーンって感じで、あとはあとはなんか敷き詰めていく感じね。わかる？イメージ、このほらフードマンね、フードマン、こちら。このお弁当箱、四角形だから、あれ、仕切りが入ってる、これ取れないのかな。あ、なんかここに顔を作ればいいんだ。あとは普通に具材を乗っけていく感じね。こういう感じで、オッケー、オッケー、モンジョリー、オッケー、うわーし。じゃあ、まあご飯も炊いてあるし、カレーもあるし、そうね。海苔、卵焼き作るか。まずは卵焼き。茶色がないね、茶色が、茶色が少ないね。茶色、豚肉とかどう？豚肉を、豚のバラ肉とかね、昨日買ったんでね。あー、なんでこっちで作るんだろう、めんどくさい。いや、もう今更キッチン行けないよね、これどう考えてもね。今更って感じしない？いや、逆にどうしてるね、京子ちゃんが見えなくなっちゃうからね。